2002年9月、当時のジョージ・ W ・ブッシュ大統領と、アメリカ合衆国のホワイトハウスにてシーム・カラスは、エストニアの政治家。2004年から2014年にかけて、欧州委員会のエストニア選出委員を務めた。エストニアの首相、財務省、外務省、リーギ国議員を歴任し、エストニア改革党の党員、元党首でもある。また、自由主義インターナショナル副会長も務め、 ソビエト連邦時代は共産党党員だった。2010年のエイアフィアトラヨークトルの噴火で、カラスは欧州連合が定めた飛行機の運航再開の延期を守ったことで航空業界の避難の的にされた。娘にエストニア首相のカヤカラスがいる。母語のエストニア語に加えて英語、フィンランド語、ロシア語、ドイツ語に堪能であるほか、フランス語も話すことができる。 エストニア人の血を引くバルトドイツ人で医師のクリスティ・カラスとの間に息子と娘を一人ずつ設けた。このうち首相のカイア・カラスは2021年にエストニアの首相に就任している。また、エストニアの国家としての地位回復に積極的に関わっている。ありがとうございます。